はい、では続き見ていきます。続きは3番目の内容、カルバペネム系抗菌薬について確認していきます。ベータラクタム系抗菌薬の続きということになりますね。じゃあこのカルバペネム系抗菌薬なんですが、まず構造ですね、これを思い出しておきましょう。どんな構造を持っているのかというとですね、このカルバペネム系抗菌薬っていうのはまずベータラクタム化を持っているということです。じゃあベータラクタム化どうだったかというと、窒素があって四角形、そしてこの窒素の横に C 二重結合 O があれば、これがまずベータラクタム環ということになりますね。そしてこの横にですね、誤飲環がくっついていて、そしてその誤飲環の中に二重結合を持ってるってなると、あ、これカルバペネム系抗菌薬だよねということになります。なのでこの構造を持っているものっていうのがカルバペネム系抗菌薬に該当するということを気づけるようにしておきましょう。まあ、例えばここにメロペネム上がってますが、このメロペネムどうかというと、ベータラクタム環持っていて、その横に誤飲環がある。そして、そこに二重結合を持っているということから、まあ、構造を見てもらうと、カルバペネム系だよねと気づくことできますんで、皆さんしっかりね、この構造を見て、カルバペネム系ということをわかるようにしてください。じゃあ、どんなお薬があるかというと、お薬としては、ペネムってつくものですね。イミペネム、パニペネム、メロペネムっていうのがあります。ちなみにですね、ペネムってついて、カルバペネム系じゃないものもありますが、それが何かというと、こんなお薬になりますね。ペネム系抗菌薬ってのがあります。ファロペネムってのがありますけど、まあ、これもペネム系抗菌薬ということになりますんで、まあ、ペネムってついたら、カルバペネム系か、ペネム系抗菌薬なんだと気づけるようにしといてください。じゃあこんな感じで、カルバペネム系、ペネム系抗菌薬見てたんだけど、どんな特徴あるのかですね、見ていきますが、イミペネム、パニペネム、メロペネム、どうなのっていうとですね、まずイミペネムはですね、こんな特徴があります。デヒドロペプチダーレ1によって不活化されて、その代謝物が腎障害を示すってことがあります。なのでこのイミペネム単独で使うとどうなるかというと、イミペネム単独で使うと腎臓悪くなっちゃうってことがある。なので、このイミペネムっていうのは、他のお薬と一緒に使うとされてます。じゃあ何と一緒に使うかというと、シラスターチンというですね、DHP1 を阻害するお薬、デヒドロペプチダール1を阻害するお薬と併用して用いるんだよってことになります。ということで皆さん、インペネム、これを見たら、あ、カルバペネム系だなと。で、このインペネムの特徴どうだったかというと、代謝物が腎障害を起こす。なので、その代謝物を作らないようにするために、デヒドロペプチダール1を阻害するシラスタチンと併用するんだってこと。ここをね、しっかり頭の中に入れておきましょう。じゃあ、パニペネムどうなのっていうと、このパニペネムですね、これもですね、まあ、腎障害を起こすことあるんで、どうしてるかというと、このパニペネムっていうのは腎への移行を抑制するために、ベタミプロンってものと併用してる。っていうことで、パニペネム、ベタミプロン配合剤として製品化されてるっていう感じになります。っていうことで、このインペネムとパニペネムっていうのは単独で使うことなく、何かと併用して使うんだってなります。で、ここで逆で引っ掛けられたら困りますね。インペネムがベタミプロンと併用とか、もしくはパニペネムがシラスタチンの併用とかね、引っ掛けられたら困ると思うので、皆さんはこんな風に覚えておいてくれたらいいかなと思います。イミペネム、シラスタチンということで、EE つながりですね。イミペネム、シラスタチンで EE つながりで併用される。で、パニペネムはどうかというと、パニペネムはベタミプロンと併用されるんで、ハヒフヘホの中に両方とも入っているんで、パニペネムはベタミプロン、ハギョウつながりで覚えておくと間違うことないですから、イミペネムとシーラスタチン、イーイつながり、パニペネムとベタミプロン、ハギョウでつながってるって感じで押さえておいてください。で、共に配合剤にすることによって腎障害を起こしにくくしているってことになりますんで、皆さんその基準もね、知っておくといいかなと思います。シラスタチンが DHP1 を阻害する、パニペネムが、ベタミプロンかな、ベタミプロンがパニペネムの腎への移行性を抑制する。それによって腎障害誘発しにくくしてるんだってことを知っておいてください。で、あとはですね、ちょっと話がね、逆になりましたけど、抗菌活性どうなのっていうと、抗菌活性はかなりですね、幅広い抗菌活性示します。グラム陽性菌、グラム陰性菌、嫌気性菌ですね。まあ、いろんなのにね、抗菌活性示すということで、まあ、このインペネム、パニペネムなんかもいろんなものに効果示すと。ちなみに、ベータラクタマーで抵抗性ということで、ベータラクタマーで酸性するものにも効果示すということで、いろんな菌に効果示すんだとなってます。まあ、緑膿菌なんかにも有効ということで、まあ、いろんな菌に使うことできるんだなとなっているんだけど、インペネム、パニペネムっていうのは、腎障害が問題になるので、配合剤として使われてるんだってことを知っておいてください。じゃあ残りのメロペネムどうなのっていうと、このメロペネムはですね、これはですね、DHP1 により不活化されない。
となっているので、単独投与となっていますので、どれを単独投与で使うんですかって言われたら、メロペネムというふうにね、答えれるようにしておいてください。これがカルバペネム系抗菌薬となっていますので、皆さん構造を見てカルバペネム系で気づけること、あとは名称を見てカルバペネム系、もしくはペネム系抗菌薬って気づけるようにすること。で、あとはですね、どれぐらい抗菌活性あるのかってことと、あと、インペネム、パニペネム、これらは単独投与して使われないんだけど、なんで単独投与して使われないのか、そして、あと、何と配合して使われているのかってこと、そこをね、ちゃんと押さえておきましょう。そして、最後に、メロペネムですね。これは、単独で用いることできるよってね、まあ、そんな特徴ありますから、それらのことをしっかり押さえて、このカルバペネム系抗菌薬の問題、しっかり得点できるようになりましょう。はい、じゃあ続いては、モノバクタム系抗菌薬見ていきます。じゃあこのモノバクタム系抗菌薬なんだけど、まず構造どうだったかってことを思い出しておきましょう。モノバクタム系抗菌薬と言われたら、まずベータラクタム管を持っているということですね。で、このベータラクタム管も何度も書いてるんでいいと思いますが、窒素を含んだ4因管に、窒素の横に C 二重結合 O があるよというね、まあ、こんな構造。これがベータラクタム管ということになります。じゃあこのモノバクタム系どうかというと、このベータラクタム管の横に、環状構造がありません。まあ、他のものはね、どうだったかというと、セフェム系だったら横に6因管ある、ペニシリン系だったら横に5因管あるっていう感じだったんだけど、モノバクタム系は横に環状構造がないとなってます。じゃあどんなお薬あるかというと、お薬はアズトレオナムっていうのがあると。じゃあこのアズトレオナムの構造を見るとどうなのっていうと、構造を見ると、ベータラクタム管は持っていますが、横に環状構造ないよねっていう感じですごい変わった形してますんで、皆さん構造を見て、モノバクタム系と気づけるように、そして名称からもモノバクタム系抗菌薬って気づけるようにしとかなきゃいけないっていう感じになりますね。じゃあそんな変わったアズトレオナム、モノバクタム系抗菌薬なんですが、どんな特徴を持っているかというと、まあ、特徴も変わってます。どうかというと、グラム陽性菌に対して抗菌活性がないっていうことで、陽性菌には効かないっていうですね、そんな特徴あります。じゃあ何に使うのっていうとね、陽性菌に効かないということですから、陰性菌に使うんでしょうということで、このアズトレオナムというのは、グラム陰性菌に対して強い抗菌活性を示すということから、緑膿菌なんかに使うことできるよっていうふうになってますんで、形も変わってる。そして特徴も変わってるとなってますんで、皆さんここをしっかり押さえてもらって、そして得点を取れるようになりましょう。ということで、これが何かというと、これがモノバクタム系抗菌薬アズトレオナムについてのお話ということになります。はい、じゃあ続きは細胞壁合成阻害薬の中でもベータラクタム系抗菌薬以外の抗菌薬確認していきます。じゃあそんな中でまず初めの内容としてはグリコペプチド系抗菌薬見ていくということになるんだけど、グリコペプチド系抗菌薬といえば何があるかというと、バンコマイシン、テイコプラニンがあります。まあこの2つはね、よく国家試験出ますんで、必ず名前を覚えていってください。じゃあそんなバンコマイシン、テイコプラニンなんですが、細胞壁の合成阻害するってことなんだけど、どうやって作用するかというと、こんな感じになってます。ムレインモノマーというものがある。で、このムレインモノマー、これがね、何個も何個も集まって、ペプチドグリカン素を構成されるんだけど、このムレインモノマー何持ってるかというと、ペプチド鎖というのを持っています。で、このペプチド鎖を用いてですね、このムレインモノマーがペプチドグリカン素に組み込まれるってことになるんだけど、グリコペプチド系抗菌薬何してるかというと、このペプチド鎖の末端にバチンとくっついて、それによってムレインモノマーがペプチドグリカン素に組み込まれるのを阻害する。それによって細胞壁の合成阻害するんだというふうになってますんで、皆さんグリコペプチド系抗菌薬と言われたら、ここに作用するってことね、ちゃんと押さえてください。ムレインモノマーのペプチド鎖の末端に作用することによって、ムレインモノマーがペプチドグリカン素に組み込まれないようにすることで、細胞壁の合成阻害するんだってこと、ちゃんと頭の中に入れておきましょう。じゃあこのことから何が言えるかというと、このことからこんなこと言えます。細胞壁の合成阻害に PBP は無関係ということになりますね。これ結構大事です。じゃあなんで大事かというと、ベータラクタム系抗菌薬っていうのは PBP にくっついて、PBP の作用を抑えることによって細胞壁の合成阻害するだったんですけど、グリコペプチド系っていうのは PBP に関係なくですね、細胞壁の合成阻害するということになってるんで、グリコペプチド系とベータラクタム系抗菌薬ですね、これがですね、この PBP に関係してるか PBP に関係してないかで大きく違いますんで、ここは絶対知っとかなきゃいけないということになります。じゃあこの PBP に無関係ってことからどんなこと言えるかというと、実はこんなことが言えます。MRSA にも有効となりますね。
じゃあなんで MRSA に有効なのかというと、この MRSA、まあ、よく耳にすると思うんですが、これはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌と言われていて、ベータラクタム蛍光菌薬が基本的には効きません。じゃあなんで効かないかというと、この MRSA っていうのは、PBP2 と同様の活性を持つ PBP2' っていうのを作る。それによって、ベータラクタム蛍光菌薬が働けないようにして、そしてペプチドグリカン層を作ることできるよっていうふうな感じになっちゃうんですね。ということで、PBP の活性を変えることによって、ベータラクタム蛍光菌薬効かなくしている、それによって耐性を得るというのが MRSA ということになります。じゃあこの MRSA にグリコペプチド蛍光菌薬を使ったらどうかというと、グリコペプチド蛍光菌薬は PBP に無関係に効くってことだから、PBP2 と同様の PBP2' を作ったところで、そんなん関係ないよってことで効くんで、このグリコペプチド蛍光菌薬っていうのは MRSA に対しても抗菌活性示すよってことになります。なので、ここ大事なんですね。PBP に無関係に細胞壁の合成を阻害するってことから、MRSA なんかにも効果があるよってことになるので、これはベータラクタム蛍光菌薬との大きな違いになりますから、どこに作用するのかってこと。そして、なんで MRSA に効果を示すのかってこと。ここはですね、しっかり頭の中に入れておいてください。これがグリコペプチド蛍光菌薬の作用と、なんで MRSA に抗菌作用を示すのかってことになりますから、ここは要チェックということになります。で、あとは、時間依存性抗菌薬ってことから、どうかというと、この時間依存性抗菌薬であってですね、そして、作用時間長いですね。PAE 持ってるということで、作用時間が長いということから、どうかというと、作用時間が長いということから、効果はですね、投与量に依存します。投与量多ければ多いほど効果示すよってことになるので、どうかというと治療効果は AUC per MIC に依存するってことになります。AUC が大きいほど、投与量が大きいほど効果を示すよというふうになりますんで、ここもしっかりチェックしておいてください。まあ、これも国家試験ね、何度か問われてますんで、バンコマイシン、抵抗プラニンって言われたら時間依存性で PAE 示すことから AUC が大きいほど効果示すんだってこと。ここはね、ちゃんと答えれるようにしておきましょう。濃度依存型ではありませんので注意しておかなきゃいけないということです。であと副作用もよく出ますね。腎障害を起こすよとか、第8の神経障害、難聴、耳鳴りを起こすよ。あとはヒスタミン有利によるレッドネック症候群、首が赤くなるよってことを起こす。まあ、これもよく聞かれます。まあ、これはね、予防策あります。どうやって予防するかというと、このレッドネック症候群を予防するためには、バンコマイシンは60分以上かけて投与。抵抗プラニンは30分以上かけて投与する。まあ、これもよく聞かれてますんで、ヒスタミン有利によるレッドネック症候群どうやって予防するんですかってこともね、しっかりチェックしておかなきゃいけないということで、まあ、副作用もよく問われますから、副作用の部分もしっかり見とかなきゃいけないよということになります。ということで、このグリコペプチド系抗菌薬、バンコマイシン、抵抗プラニンはいっぱいね、取材される場所がありますんで、まあ、いろんな情報がね、こう満載だよってことで、まあ、しっかり頭の中に入れなきゃいけないこと多いんですけども、どうやって効果示すんですか？なんで MRSA に効果あるんですか？時間依存性ですか？濃度依存性ですか？そしてですね、副作用どういうことを起こすんですか？まあ、こんなことちゃんと把握して、そして国家試験ね、対応できる力必要ということになりますから、今までの話をしっかり頭の中に入れてもらって、そして、グリコペプチド系抗菌薬のね、問題、対応できるようになりましょう。ということで、ここまでじゃないかというと、ここまでがグリコペプチド系抗菌薬についてのお話ということになります。はい、じゃあ続き見ていきます。続きはですね、細胞壁合成阻害薬の中でも最後の内容を見ていきます。それが何かというと、ホスホマイシンとなってますね。じゃあこのホスホマイシンなんですが、どうやって細胞壁の合成阻害するかというと、こうなってます。 N アセチルムラミン酸の合成阻害するとなってますね。じゃあこの N アセチルムラミン酸、これ何だったかというと、これはムレインモノマーの構成要素となっています。なのでホスホマイシン使うことによって、ムレインモノマーの構成要素である N アセチルムラミン酸、これができにくくなって、そしてですね、その結果として細胞壁の合成を阻害することができるよとこうなってますから、皆さん作用点ちゃんと押さえておきましょう。じゃあより詳しく押さえたい人はどうしたらいいかというと、この前半部分見ておいてください。細胞膜の濃度輸送圏より細胞内に取り込まれ、ホスホエノールピルビン酸トランスフェラーでこれの活性を阻害するというですね、まあそんなことがより詳細の部分となってますんで、まあ余裕があればこの詳細部分を押さえてもらったらいいんだけど、大まかに押さえるんだったら、N アセチルムラミン酸の合成阻害される。それによってムレインモノマー作られなくなる。それによって細胞壁合成阻害されるってね、まあここだけ押さえといたらいいんじゃないかなって感じになります。これが作用ということになりますね。じゃあ特徴なんですがどうかというと、特徴はですね、構造を見てもらったらわかるんですが、単純となっています。なので、アレルギーを起こしにくいとされてるんですね。
まあ、実はね、ベータラクタム系抗菌薬って人によってはね、アレルギーを起こすよということで、投与する際にアレルギーないですか？今までアレルギー経験ないですか？とか聞かなきゃいけないぐらいアレルギー多いんですけども、このホスホマイシンっていうのはアレルギー起こしにくいとされてます。なので、ベータラクタム系抗菌薬で以前アレルギーありました。けど、細胞壁合成阻害薬使いたいってなった時に何に使うかというと、ホスホマイシンですね。これを使うことがあるとされていますんで、このホスホマイシンって言われたら構造が単純で、そしてアレルギーを起こしにくいということから、ベータラクタム系抗菌薬でアレルギーを起こした人の代替薬として使われることあるんだってことを知っておいてください。で、あとはですね、緑膿菌、大腸菌に抗菌活性示すよというですね、まあ、そんな特徴ありますんで、お腹の調子が悪いって時なんかに、ホスホマイシン、よくね、出ることありますから、まあ、大腸菌に抗菌活性あることから、お腹の調子悪い時に、ホスホマイシンなんかが利用されることあるよってことを知っておいてください。これがホスホマイシンの特徴ということになりますんで、皆さんどうやって作用するのか、そして、どういった場合に用いられること多いのか、そんなことを把握しておいてもらうといいかなというふうになります。ということで、ここまでで細胞壁合成阻害薬確認していきましたが、皆さん細胞壁合成阻害薬、ベータラクタム系抗菌薬、どんな特徴あるのか、グリコペプチド系抗菌薬、どんな特徴あるのか、そして、今見たホスホマイシン系抗生物質、どんな特徴あるのかってことをしっかり把握して、そして国家試験の問題に対応できる力をつけておきましょう。